D-20152mm 榴弾砲 D-20152mm 榴弾砲とは、ソビエト連邦が1950年代前半に開発した榴弾砲である。西側諸国がこの砲の存在を確認したのは1955年で、あることから西側では M1955 とも呼ばれる。この砲は、第二次世界大戦前に開発された。 ML-20152mm 榴弾砲を更新するために設計され、ソビエト連邦軍をはじめとして、東側諸国の多くの国に売却内視供与された。中華人民共和国では、D-20 e は62式牽引式 152mm 榴弾砲の名称で呼ばれ、改良を加えて66式 152mm 榴弾砲の名称でライセンス生産され、 66式の改良型の 66I 式 152mm 榴弾砲が開発された。また、321型共通車体に66式を旋回砲塔形式で搭載した83式 152mm 自走榴弾砲が開発された。ユーゴスラビアでも方針延長などを図った改良型の M-84 ノラ A が生産された。 この法は、中印国境紛争、インパ戦争、中ソ国境紛争、ベトナム戦争、第三次中東戦争、第四次中東戦争、中越戦争、ソ連のアフガニスタン侵攻、イラン・イラク戦争、湾岸戦争、ユーゴスラビア紛争、チェチェン紛争など、世界中の戦争、紛争で使用された。2S3 アカー1 5 2、mm、自走榴弾砲の、 主砲もこの砲の改良型が使用されている。現在のロシア連邦軍では、新型の 2A65-152mm 榴弾砲に更新されつつある。ありがとうございます。